ウトキャストが隔離エリア内に拠点を作った。連中は長い間ここに閉じ込められていた分地の利がある。ルーズベルト島を奪い、アウトキャストの指導者エミリー・ショーを始末すれば、連中は弱体化し崩壊する可能性さえある。アウトキャストの拠点を落とし、指導者エミリー・ショーを始末すれば、奴らの力は大きくそがれる。それとヘンリーの情報では、キャンパスコミュニティのエンジニアがここに捕まっているそうだ。捕虜を探してくれ。前方に敵がいるわよ。また敵が通り過ぎていった。連中が銃声を聞いた形跡はないわ。どうだ。別に何もない。なんでこんなとこを見回ってるんだ。エミリーンがそう言ったからだろう。
声を受信。油断するなよ。何もなくても何かあるかもしれない。うまいこと言ったつもりだろうが、ダメだね。その口を無理やり塞いでやろうか。お前ら黙ってろ。焼却穴に近づいてる。敵が6人ほどいるけど警戒はしてないわ。
か忘れない。突きつけられてたら集中できないわ。できる限り急いでるから銃をこっちに向けないで。
あなたがここを焼き尽くしてくれたらいいのに。できるだけここから離れたいわ。エージェント、ありがとう。あなたが私を連れ出してくれたことへの感謝は言葉では言い尽くせない。もう会えないかもしれないけど、頑張って。封鎖を解く方法を探すんだ。電子機器を取り締めにその身を捧げた。彼を無駄にしないで。
気をつけろ、奴らは待ち受けてる。今のは何だ？敵の一団が東の岸にあるボードに向かってる。非武装の人物を護衛してるわ。エミリンを逃がせば見つけ出すのは困難だ。ボートを止めてくれ。なんでこんな話をするんだ？重要だからよ。もし私に何かあったら。何も起こりやしないさ。ハーラン、聞いて。もし私に何かあったら、私が殺されたら、それを利用するのよ。利用？みんなを一つにまとめ、奮い立たせる糧にするの。殉教者か。そうよ。でないと組織はバラバラになる。そこには意味がないといけないの。意味がそこにあるって知っておきたいのよ。もちろん意味はあるさ。決まってるだろう。意味はある。島までの道を探せ。逃がすんじゃないぞ。連中はこっちを恐れてる。そこにつけ込めばいい。向こうはアサルトライフルを突きつけてくるのに。行動しなければ私たちが死ぬことになる。でも自殺同然の行動じゃ解決にならないわ。隙をつければ俺たちが勝てる。島に残った警備はわずかなんだ。あなたまで彼女の味方なの？敵も味方もない。ここにいる人間はみんな一緒よ。ボートはどうなってる？まだ岸にいる。燃料補給してるみたい。両側に大きなタンクがついてる。そのタンクを狙うとしよう。エミリーはどうだ？もうボートに乗ったわ。彼女だったと思う。
はキャピトルビルだ。機は熟したぞ。やってやろう。指導者と拠点を失えばアウトキャストはもう大きな問題にはなり得ない。恐ろしい目にあったとはいえ、連中はそれ以上の悪事を働いた。これで奴らの戦いも終わりだ。